ミツカンスクール教えて赤野先生。ようこそミツカンスクールへ。こちらは校長の赤野博文先生です。よろしくお願いいたします。そしてオス、すっぺだよ。オスのことなら赤野先生の次に詳しいっす。それでは早速始めましょう。1限目は今解き明かすオスとミツカン、その歴史と真実。では初めにオスの歴史の話をしましょう。オスが初めて使われたのは紀元前5000年の頃だと言われています。当時のオスはナツメヤシやビールを原料に作っていたようです。このオスは野菜のピクルスなどに使われていました。そして紀元前400年頃になりますと薬としても使われていたようですよ。オスは日本ではいつから作られるようになったんですか？はい、日本でオスが作られ始めたのは4世紀から5世紀の頃だと言われています。今の中国から米酢の作り方が伝わってきました。平安時代にはお酢は貴族が口にするとっても貴重な調味料だったんです。それが室町時代後期になってきますと庶民の方々も口にできるような調味料に変わってきました。お酢が庶民の中でメジャーになったのは江戸時代。町民文化が花開き、今でも使われている合わせ酢が多く生まれたのもこの頃からでございます。そして握り寿司の原型といわれる早寿司ができたのは江戸時代中期。その早寿司のお酢に目をつけたのがミツカンの始まりとなった初代中野又左衛門だったっす。又左衛門さんは初めからお酢を作ってたんですか？いいえ、又左衛門さんはお酒を作っていました。今の愛知県半田市、当時の尾張国知多郡半田村の造り酒屋だったんですね。お酒を作ると大量に酒粕が出てきます。この酒粕をリサイクルすることによってお酢を作ったんです。そんな又左衛門が江戸で出会ったのが評判の早寿司。早寿司の酢は米酢か？いや待てよ、早寿司を作るなら高価な米酢を使うより酒粕で作る粕酢の方が断然安く美味しくできるぞ。そう考えた又左衛門は江戸での大量需要を見込んで本格的な酢作りを開始。試行錯誤を繰り返した結果、熟成した酒粕を原料に粕酢を完成。江戸にこの粕酢を広めたところ、これが江戸の町で大評判。二代目からは酢作りを本業にし、現在の三つかに至るというわけでございます。なるほど、又左衛門さんは先見の明があるアイデアマンだったんですね。そうですね。それでは、米酢を例にお酢の作り方をご説明しましょう。はい、はい、最初のステップはまずお米を蒸して米麹と水を加えます。すると酵素の働きで米のでんぷんが糖に変わります。そこに酵母を加えるとアルコール発酵してお酒になります。次のステップではそのお酒に種酢を加えます。すると種酢中の酢酸菌の働きによりお酒のアルコール分がお酢の主成分である酢酸、つまりお酢の元に変化します。この発酵を酢酸発酵と呼んでいます。そして3番目のステップでは1ヶ月程度じっくり寝かせて熟成させます。最後のステップは熟成したものをろ過、殺菌、瓶詰めすることでお酢の商品が完成します。そんなミツカンの歴史や心意気、食文化の魅力などを楽しみながら学べるのが体験型博物館ミツカンミュージアムミム。中でも圧巻は江戸時代に半田から江戸まで巣を運んでいたという長さ20メートルの米材船の実寸大模型。甲板の上では巨大映像で半田から江戸までの仮想航海を体験できたり、昔のお酢作りの蔵の展示やクイズコーナーもあってとっても楽しいっす。じゃあこっちもクイズいっちゃおうかな。じゃじゃん、第1問、お酢にはアルコールがたくさん入っている、丸か×か。ミツカンはもともとお酒屋さんだったから丸。ブー、
答えは×。お酢は発酵段階で酢酸に変わるので、出来上がったお酢のアルコールはほとんどないから、小さいお子さんにも安心す。じゃあ、第2問。バナナからお酢は作れるか、丸か×か。バナナからお酢は作れないでしょう。だから、×。ブー、答えは丸。バナナからもお酢は作れるっす。実はバナナのお酒ってあるんだけど、お酒ができればお酢も作れるから、バナナからもお酢ができるってわけっす。1限目のまとめっす。お酢の始まりは紀元前5000年。お酢作りはお酒を作る、酢にする、寝かせる、仕上げるの4ステップ。蜜柑の始まりは江戸時代後期、造り酒屋中野又左衛門が創業です。蜜柑スクール、次回も見てね。ようこそ蜜柑スクールへ。こちらは校長の赤野博文先生です。よろしくお願いいたします。そしてお酢、スープだよ。1限目ではお酢の作り方を勉強したけど、その時原料のお話が出たの覚えてる？覚えてますよ。お米とか果物とかですよね。はい、そうです。お酢はいろんな原料から作られる発酵食品です。ですから原料の違いによって味も香りも変わってきます。お酢の違いによりお料理の味も変わりますので、新しい世界が広がると思います。ということで2限目は、使い分ければ美味しさ新発見、手作り合わせ図も覚えちゃおう。お酢って一口に言ってもいろんな種類があるんですね。はい、たくさんの種類があるんですよ。大きく分けてここに並んでいるお酢は醸造酢と呼ばれるもので、穀類や果物を原料に作られています。一方、合成酢は漂酢酸や酢酸を水で薄め、砂糖などを加えて作ったものですが、蜜柑では合成酢は一切作っておりません。醸造酢をさらに分類すると、穀物酢、果実酢などに分かります。穀物酢は最も皆さんにおなじみのお酢で、原料はトウモロコシ、小麦、お米、酒粕などです。米酢や黒酢も穀物酢の仲間です。米酢はその名の通りお米が原料です。黒酢は玄米や精白度合いの低いお米、並みに大麦が原料です。黒酢の黒い色は発酵中に醸し出される色です。果実酢はリンゴ酢やワインビネガーがあります。リンゴ酢はリンゴ果汁を原料に作りますし、ワインビネガーはブドウ果汁を原料に作っております。ではそれぞれのお酢の特徴と使い方を紹介するっす。まずおなじみの穀物酢、特徴はすっきりした酸味。豚肉や鶏肉を煮るとさっぱり仕上がるし、揚げ物にかけても美味しいっす。米酢はまろやかな酸味と風味が特徴で、酸っぱさも穏やかだから、お寿司や酢の物、甘酢漬けなど火を使わないお料理にぴったり。黒酢は旨味とコクのある酸味が特徴で、中華のあんかけ料理に使ったり、健康ドリンクにもおすすめっす。果実酢は何といってもフルーティーな酸味が特徴。ビネガードリンクやデザート、手作りドレッシング、ピクルスやマリネにも最高っす。これまで作っていたお料理もお酢を変えてみたらもっと美味しくなりそうですよね。はい、それでは次に合わせ酢の作り方についてご紹介しましょう。まずは三杯酢。三杯酢はお酢3、砂糖2、お醤油1、3対2対1に混ぜ合わせるだけです。酢の物全般に美味しく召し上がっていただく方ができます。ノンオイルドレッシングとしてサラダにかけていただいても美味しいですよ。この三杯酢に鰹節を加えて旨味を効かせたのが土佐酢。他にもすりごまをたっぷり加えたごま酢や、唐辛子とごま油を加えた南蛮酢など、
簡単なのでお好みの材料や分量でオリジナル合わせ酢を作ってみてほしいっす。甘酢はお醤油の代わりにお塩を少々入れたもので、甘酢漬けや素材の色を生かしたい和え物にぴったりです。甘酢を作る時間がないときには簡単酢もおすすめ。合わせ酢を作る手間が省けて、一本で照り焼きやピクルスなど幅広い料理が簡単にできるっす。私も忙しいとき、この簡単酢に本当に助けられてるんですよ。便利ですよね。便利でしょ、はい、最後に、お酢は傷みにくい調味料ですが、保存する際には冷暗所で保管してくださいね。2限目のまとめ酢。醸造酢には穀物酢、果実酢などがある。味や香りが違うお酢を使い分けて料理を美味しくしよう。アレンジでオリジナル合わせ酢に挑戦しようです。ミツカンスクール、次回も見てね。ようこそミツカンスクールへ。こちらは校長の赤野博文先生です。よろしくお願いいたします。そしてお酢、すっぺだよ。すっぺはいつも元気だね。元気もりもり、食欲もりもりっすよ。食欲は元気のもとだからね。でも時には食欲がない時ってありますよね。今回はお酢で食欲、食感、美味しさアップ。大木さんは食欲がない時ってありますか？はい、夏バテとか疲れている時、うん、なかなか食欲出ないですよね、うん、でも栄養を取らなきゃって思うんですけど、いざお肉なんかを目の前にするとちょっと食べられなかったりして、うん、そんな時はお酢を使ったお料理をお勧めします。お酢の酸味がさっぱり感を与えてくれます。すっぺ、お気に入りのレシピ教えてくれるかな？すっぺが教えてくれるの？オッケー。じゃあ簡単酢を使ったフレッシュピクルスを紹介しちゃうっす。作り方はとっても簡単。野菜を食べやすい大きさに切って、ジッパー付き保存袋に入れて揉むだけ。ミニトマトは他の野菜を揉み終わった後に入れて30分ほど漬けたら食べ頃っす。簡単酢がないときは穀物酢、砂糖、塩でも作れるっすよ。うわー、さっぱりしていて美味しそう。ところで3限目のテーマはお酢で食欲、食感、美味しさアップでしたよね。食欲アップは分かったんですけど、食感アップってどういうことですか？はい、じゃがいもやレンコンを茹でるときにお酢を加えると食感がシャキシャキするんです。お酢は野菜のペクチンの分解を抑える力があるんです。だから食感アップなんですね。確かにサラダや炒め物もシャキシャキしている方が美味しいですよね。最後に美味しさアップについてお話します。お酢味のメインディッシュといえば酢豚、チキン南蛮、油淋鶏が思いつきますよね。実はこれ以外にもいろんなお料理にお酢は合うんです。例えば豚骨スープのような油の多いラーメンのスープにお酢をちょっと加えるとさっぱり美味しくいただけます。お酢は油っぽさを和らげ、さっぱりとした味に変え、味のバランスを整える力があります。酸っぱい料理だけではなくて、隠し酢としてお酢を加えると味の輪郭がしっかりしますので、いろんなお料理にお酢を加えてみてください。お酢って本当にいろんな力があるんですね。今度試してみたいと思います。3限目のまとめ酢。お酢のさっぱり感で美味しく食が進む。じゃがいもやレンコンはお酢を入れて茹でるとシャキシャキになる。脂っこい料理にはお酢を使うとさっぱり美味しくなるです。ミツカンスクール、次回も見てね。ようこそミツカンスクールへ。こちらは校長の赤野博文先生です。よろしくお願いいたします。そしてお酢、スープだよ。お酢のことなら何でも聞いてほしいっす。じゃあスッペ聞くけど、夏場のお弁当でご飯を酢飯にしたり、お酢を使ったおかずを入れることが多くなるのはどうして？そう、それは美味しいからに決まってるっす。
酸っぱ、確かに美味しくなるからなんだけど、もう一つ理由があるんだよ。お酢には食べ物を傷みにくくする力があるんです。ということで4件目はお酢の力で防腐生菌です。梅雨時から夏は食べ物が傷みやすくなって心配ですよね。気をつけていてもちょっと油断すると変な匂いがしたりカビが生えてしまったり。変な匂いやカビが生えたりするとすぐ気づきますが、匂いはしない、目に見えない、こんな状態が一番怖いですよね。食べ物はもちろん、キッチン用品に菌が増殖して食中毒になることもあるんですよ。怖いですね。怖いですね。でも先生、そこでお酢の出番ですね。はい、お酢には防腐生菌効果があり、菌の増殖を抑えてくれるんです。お酢の生菌効果は、食べ物にお酢を 1% 前後加えるだけで菌の増殖を抑えてくれます。1% 前後ですと酸味もほとんど感じることなく、お料理を美味しく仕上げ長持ちさせてくれます。だから食べ物が傷みやすい季節はご飯を酢飯にしたり、おかずにもお酢を少し入れるといいってわけっすね。そうだね。ハンバーグでひき肉をこねるときにお酢を少し加えて焼くだけで傷みにくくなります。みつかんできんぴらごぼうを室温25度で保存するという実験をしたところ、お酢を加えていないきんぴらごぼうは48時間後に菌が増殖し始めましたが、お酢を 0.7% 加えたきんぴらごぼうは48時間を超えても菌の増殖を抑えていたという結果もあるんです。お酢の力ってすごいんですね。お酢はお料理を長持ちさせるだけでなく、美味しく仕上がるんです。いつものお料理にお酢を少し足していただくだけで、油っぽさが和らぎ、すっきりとした味わいに、甘みや旨みのキレが良くなり、もう一口もう一度食べたくなる味に大変身します。ミツカンでアンケートを取ったところ、お酢を 1% 入れたきんぴらごぼうはお酢を入れていないきんぴらごぼうより塩味がシャープに感じられ、味の輪郭がはっきりする、油っぽさも低減されると、お酢入りの方が美味しいと評価されたっす。そうなんだね。長持ちできて美味しくなるなら実践するしかないよね。お酢の防腐生菌の力は食品以外にも活用できるっすよね。すって、さすがだね。はい、そうなんです。お酢は食べ物だけではなく、キッチン用品の防腐生菌にも役立ちます。それでは、まな板の生菌方法についてご紹介しましょう。まな板は洗剤でよく洗ったら水洗いし、熱湯をかけるっす。次にまな板の上に乾いた布巾をかぶせ、酢水をひたひたにかけて室温で1時間以上置いといてね。その後水洗いしたら終了。スポンジは洗剤でよく洗った後、45度程度の酢水に浸し、酢水の中で軽く揉んで15分以上置いたら OK っす。口に入れても安心なお酢で生菌できるなんてすごい。予言目のまとめっす。お酢には防腐生菌効果がある。お料理には傷みにくく美味しくするためにもお酢を活用しよう。キッチン用品は安心なお酢で生菌しようです。ミツカンスクール、次回も見てね。ようこそミツカンスクールへ。こちらは校長の赤野博文先生です。よろしくお願いいたします。そしてお酢、すっぺだよ。すっぺ、今回もよろしくね。では先生、5限目の授業は、はい、お酢で焼き上手、お酢で減塩できる酢。大木さん、はい、
焼き魚はお好きですか？大好きです。焼き魚美味しいですよね。美味しいですよね。でも自分で焼くと網に身や皮が張り付いて仕上がりがいまいちですし、汚れも落ちにくくて本当に大変なんですよね。大変ですね。はい。そんな料理ベタで掃除ベタなお姉さんに、魚が網にくっつかないとっておきの方法を言ってて伝授してあげるんす。はい、その方法は魚を焼く前に網にお酢を塗っておくことです。魚を網で焼くと皮や身がくっついて取れにくくなるものです。それは魚のタンパク質が熱により網と反応するからです。しかし網の表面に酢を塗ると魚のタンパク質の変性作用によりくっつきにくくなるんです。ということで魚を焼くときは先にお酢を含ませたキッチンペーパーで網を拭いてからにしてください。網じゃなくてグリルで焼くときもくっつき防止にお酢をひと塗りするといいっすよ。ちょっとしたひと手間で味も見た目もぐんとアップするんですね。アップしますね。はい。そしてこちらに美味しそうな塩焼きがありますね。ではではちょっと失礼いたしまして、醤油を。ちょっと待った、塩焼きにお醤油かけちゃ塩分取りすぎっす。厚生労働省が定める塩分摂取量の目標値は1日成人男性 7.5g 未満、成人女性は 6.5g 未満。でも料理にお醤油をかけすぎたり濃い味付けの煮物ばかり食べていると、あっという間に目標値を超える量の塩分を取ってしまうことになるっす。でも塩分を減らすと味がぼやけてちょっと美味しくなくなるような気がしませんか？はい。だから新習慣、お酢で美味しく減塩しましょう。まずは手始めに焼き魚にはお醤油をかける代わりにお酢をかけてみましょう。いただきます。さっぱりしてて美味しい。全然物足りなさないですね。よかったです。お酢の酸味が塩味を引き立ててくれますので、塩気が少なくても物足りなさをカバーしてくれて素材の味を損なうこともありません。お酢が苦手な方は味ポンをかけてみるのもおすすめですよ。焼き魚だけではなく、お塩やお醤油を使うさまざまなお料理にもお酢をちょっと使ってみましょう。例えばこれまでの豚の生姜焼きなら1人前 1g の食塩相当量の塩分だったのが、お醤油を減らしてお酢を足すことで 0.7g に、つまり 30% もの減塩が可能になるっす。他にもお家で実践しやすいものとしては、お味噌汁やお吸い物にお酢を使ってみましょう。一般的なお味噌汁やお吸い物の塩分濃度は 0.8% 程度と言われていますが、減塩しようとお味噌や醤油の量を少なくしただけでは味がぼやけてしまい美味しくありません。そんな時、隠し酢で美味しく減塩してみましょう。隠し酢ですか？はい。仕上げにほんの少しお酢を加えるだけです。そうするとお料理がまとまって美味しくなります。それなら無理なく続けられそうですよね。はい。酸味を感じない程度ちょこっとだけお酢を加えてみましょう。ちょこっとですね。ちょこっとです。はい、わかりました。5軒目のまとめっす。魚を焼くときは網にお酢を塗ってから焼くと皮や身が張り付きにくく綺麗に焼ける。お酢は減塩のお手伝いに効果的です。ミツカンスクール、次回も見てね。ようこそミツカンスクールへ。こちらは校長の赤野博文先生です。よろしくお願いいたします。そしてお酢、スップだよ。今回も美味しく楽しく勉強するっす。はい、では先生、6限目の授業は、はい、お酢マジック、お酢でカルシウムを引き出せ。これまでもお勉強してきましたが、お酢にはいろんな力がありましたよね。食べ物を傷みにくくしてくれたり、減塩のお手伝いをしたり。そう、
お酢を使うことでいろんな良いことが起こるお酢マジックでしたよね。今回はマジックの一つ、食材のカルシウムを引き出すことについて、お肉料理を例にお勉強していきましょう。先生、どうしてお酢でカルシウムを引き出せるんですか？はい、ではこの手羽元を例に説明しましょう。はい、手羽元にはタンパク質やカルシウムなど栄養素がたくさん含まれています。でもお肉にはタンパク質がありますが、カルシウムはほとんど骨にありますので取ることができません。そうですよね。でも先生、この太い骨を食べるのって難しくないですか？難しいですよね。はい、そこでお酢マジック、お酢を使って骨のカルシウムを引き出してみましょう。へー、鶏のさっぱり煮を作って確かめてみるっす。用意するのは手羽元とこちらの材料。手羽元はよく水気を拭く。生姜は皮付きのまま薄切りにし、ニンニクは軽く潰す。鍋に調味料を入れ煮立たせる。煮立ったら手羽元と殻を剥いたゆで卵を入れ、蓋をし中火で煮汁が2分の1から3分の1程度になるまで20分ほど煮る。茹でたブロッコリーを添えて完成っす。そして今回は比較するためにお酢を使わずに煮たものも調理したっす。さあ、この2つどう違うかわかるかな？味かな。はい、味も美味しくなりますが、実はお酢を入れて煮た方が、入れないものに比べると煮汁中のカルシウムの量がなんと 1.8 倍になるんです。そんなに違うんですね。 1.8 倍ですよ。その理由はお酢に含まれる酢酸という酸っぱい成分にカルシウムを溶かす作用があるからなんですよ。つまりお酢を加えて煮たものは、骨そのものを食べなくてもカルシウムが溶けた煮汁やお肉の部分を食べることでカルシウムが取り出せるというわけです。アサリとかの貝類もお料理するときはお酢を入れて煮るとカルシウムがいっぱい取れるっす。そっか、貝類もカルシウム豊富だもんね。先生、そういえば、はい、先ほどの手羽元もコラーゲンたっぷりですよね。はい、そうですね。コラーゲンは軟骨の周りに多くついています。この部分はちょっと食べにくいんですが、お酢を入れると軟骨とお肉をつなぐ結合組織にお酢の酸っぱい成分である酢酸が働きかけ、コラーゲンが溶け出すため骨から肉がホロホロと離れて食べやすくなります。コラーゲン自体もお酢を入れたものは入れないものと比べると約 1.4 倍も多く摂取することができます。6限目のまとめっす。骨付きのお肉のお料理にお酢を使うとカルシウムやコラーゲンが多く摂取できる。アサリのカルシウムをたっぷりと引き出すです。ミツカンスクール、次回も見てね。ようこそミツカンスクールへ。こちらは校長の赤野博文先生です。よろしくお願いいたします。そしてお酢、すっぺだよ。すっぺ、今回もよろしくね。先生、7限目は、はい、お酢マジック、色はくっきり、ぬめりはすっきり。お酢には不思議な力が様々あります。いわばお酢マジックですが、素材の色をくっきり鮮やかに、変色を防いだり、ぬめりをすっきりと取ったり、今回はそうしたお酢の力を野菜を使って勉強してみましょう。じゃあ早速実験開始。用意するものはこちら。黒豆でご飯をピンク色にしちゃうよ。まず黒豆と水を耐熱皿に入れてラップをかけ、電子レンジで温めて柔らかくします。次に洗ったお米に黒豆を汁ごと入れて炊飯器で炊きます。ご飯が炊けたらすし酢を回しかけ手早く混ぜます。すると
ご飯がみるみるうちにピンク色になった。どうして？黒豆にはアントシアニンという物質が含まれています。アントシアニンは中性では暗い紫色なんですが、お酢のような酸性のものを加えると鮮やかなピンク色に発色するんです。だから紫キャベツと酢につけた紫キャベツを比べると、酢につけたものの方がぐーんと色が鮮やかになっているってわけっす。なるほど。そうしたらミョウガやラディッシュなどアントシアニンを含むお野菜で応用できそうですよね。はい、応用できますよ。野菜の中にはごぼうやレンコンのようにポリフェノール系の物質を含むものもあります。この物質は空気に触れると酸化して褐色に変化します。その変色を防ぐのにもお酢が役立ちます。水にお酢を入れた酢水に5分から10分さらすだけでアクも抜けて料理を色よく仕上げることができます。茹でたり煮たりする時もお酢を入れるとさらに白く綺麗に仕上がるっす。ただ先生、今回のテーマの一つ、ぬめりはどうなったんですか？はい、大木さん、はい、里芋はお好きですか？大好きです。ただあのぬるぬるっとしたのがねちょっと苦手で、あの皮を剥く時も滑ってしまいますし、うん、下茹ですると吹きこぼれてしまったり。そうですよね、うん、困っちゃいますよね。困っちゃいます、うん、里芋のぬめりの元はガラクタンやムチンと呼ばれる糖タンパク質なんです。お酢はこの糖タンパク質をうまく引き離してくれる力があるんですね。下茹でをする時はお湯にお酢を少し入れるとぬめりによる吹きこぼれを防いでくれますし、味付けをする時もぬめりがない分だけ味が染み込みやすくなります。また包丁で皮を剥く時は皮ごと酢水に漬け込んでおくと滑らなくなり危なくないですよ。お酢を使えば里芋料理も怖いものなしですね。7軒目のまとめっす。お酢は野菜の鮮やかな色を引き出してくれる。お酢は野菜が変色するのを防いでくれる。お酢は野菜のぬめりを取ってくれる。こうしてみるとお酢って本当に仕事ができるやつっすね。ミツカンスクール、次回も見てね。ようこそミツカンスクールへ。こちらは校長の赤野博文先生です。よろしくお願いいたします。そしてお酢、スッペだよ。そわそわワクワク。どうしたのスッペ、そわそわワクワク。なんか今日落ち着かないね。だって今回の授業はお酢の実験があるっすよ。ドキドキして眠れなかったっす。ということで8限目は自由研究、お酢の力を解き明かせ、スケルトン卵を作ろう。はい、では早速始めてみましょう。スッペ、ここに卵があります。触ってみて。どんな感じ？白くて硬いっす。白くて硬いでしょ。この卵をスケスケでプニプニにしちゃおう。先生は魔法使いっすか？私は魔法使いではありません。お酢が魔法使いです。用意するものは生卵1個、穀物酢 200ml、 口の広いガラス瓶かコップ、キッチンペーパー、輪ゴムです。まず卵を水で洗い、瓶は洗剤でよく洗っておきます。瓶に卵を入れて卵が完全に浸かるまでお酢を注ぎます。うわー、卵からぷくぷく泡が出てきた。これは卵の殻の成分である炭酸カルシウムがお酢の中の酢酸という酸に反応し溶け出してきた印です。炭酸カルシウムはカルシウムと二酸化炭素の化合物で、カルシウムが酸に溶け、二酸化炭素は泡、つまり気体になって出ていくというわけです。手羽元の骨の中にあるカルシウムがお酢につけることで溶け出ると教えていただきました。ではキッチンペーパーなどで軽く蓋をして、はい、ほこりが入らないようにします。2日間程度冷蔵庫などの冷たいところで保存します。はい、こちらが
2日間お酢に漬けた卵です。うわーすごい、スケスケで中まで見えるスケルトン卵だ。弾力もすごいね、プニプニだ。先生これ本当に水風船みたいなんですが、どうしてですか？卵の殻のカルシウムはお酢で溶けますよね、はい、ですから消えてしまったんです。え、消えちゃったんですか？消えちゃったんです。卵の殻と白身の間には薄いタンパク質の膜があるんですね。この膜はお酢で溶けないんです。だから白身も黄身も水風船の形で守られているんです。じゃあこれは膜なんですね。膜です、タンパク質の膜なんです。へ、はい、元の卵と比べるとお酢につけた方が大きいっすね。すっぺ、それはね、卵殻膜には目に見えない小さな穴が開いていて、そこからお酢が中に入ったからだよ。これを浸透現象で言うんだ。それではもう一つ、カラフル卵の作り方を紹介しましょう。これは茹でたうずらの卵を紫キャベツやカレー粉と簡単酢で漬けたピクルスです。お酢の酢酸が紫キャベツの色素を引き出してくれるので、鮮やかなピンク色に染めてくれるんです。さあみんなも実験でお酢の力を解き明かしてみよう。8限目のまとめっす。お酢はカルシウムを溶かす力がある。自由研究にもお酢を活用してみようです。ミツカンスクール、次回も見てね。ようこそミツカンスクールへ。こちらは校長の赤野博文先生です。よろしくお願いいたします。そしてオス、今日も元気いっぱいスッペだよ。スッペ、最近なんだかますます元気じゃない？わかる、実は朝の習慣を変えたんすよ。へえ。朝ごはんの時にお酢ドリンクを一杯、美味しいお酢ドリンクを飲むと朝から気合が入るっす。それはいい習慣だね。ということで9限目は、美味しいヘルシー今時の飲むお酢事情。突然ですが大木さん、はい、お酢と聞くとどんなイメージがありますか？お酢ですか、やっぱり酸っぱい、そして基本の調味料ですかね。そうですね、お酢は基本の調味料としても大活躍していますよね、はい、でもそれだけじゃなくって、最近はお酢を美味しく飲むことが流行っているんですよ。そうなんですね。言われてみるとお酢ドリンクの種類って最近多くなっていますよね。需要も増えてるんじゃないですか？そうですね、飲用のお酢の需要はここ5年ぐらいでかなり増えてきています。へー。その理由ですが、お酢が体にいいという認知が上がっていること、並びに健康志向が最近高まってますよね。さらには美味しくて飲みやすい商品がたくさん開発されていることが要因だと考えられています。なるほど。ところでスッペはどんなお酢ドリンクを飲んでるの？オイラはリンゴ酢をお水で割ったり、ブルーベリークロスを牛乳で割ってヨーグルトみたいにして飲んでるっす。リンゴ酢はリンゴポリフェノールが含まれていて、それが酸味を和らげ飲みやすくなるんですよ。うん、本当だ、すっきりしていて飲みやすい。飲みやすいでしょ。あのお酢特有のツンとした酸っぱさが和らいでてまろやかですよね。ではこちらのフルーティスをお試しください。はい、ボトルがおしゃれですね。おいしい、ワインのような香りがします。それは白ワインにも使われているブドウ、シャルドネの果汁が入っているからっす。フルーティスはリンゴ酢に果汁を合わせることで酸味を和らげ、程よい甘さに仕上げているっすよ。フルーティーな4タイプの味を試してほしいっす。色も綺麗だし、アイディア次第でいろいろ楽しめそうですね。寒い季節ですとホットにしたり、果物を入れたり、カクテルにすると人気ですよ。ノンアルコールカクテルもありますよ。すって紹介してくれるかな？もちろんっす。フルーティスのザクロラズベリーには黒ウーロン茶とソーダ、シャルドネには緑茶とソーダ、
ピーチライチにはジャスミン茶とソーダが相性ぴったりっす。フルーティスとお茶とソーダの割合は1対2対2でできちゃうっす。先生、お茶とソーダをフルーティスと混ぜるなんて、これは驚きです。そうですね。お茶の苦味はお酢の酸味を和らげ、お酢の酸味はお茶の苦味を和らげるんです。そんな相互作用により美味しくなるんです。皆さん、お家でいろんなアレンジを楽しんでみてくださいね。9限目のまとめっす。飲むお酢を毎日続けて健康に。飲むお酢でアレンジいろいろ楽しもうです。ミツカンスクール、次回も見てね。ようこそミツカンスクールへ。こちらは校長の赤野博文先生です。よろしくお願いいたします。そしてオッス、スッペだよ。ついに10限目を迎えたっす。これまでお酢の歴史からキッチンですぐに役立つ情報科学まで、いろんなお酢のことを勉強してきましたが、ラスト10限目、テーマは何でしょう。今回はね、お姉さんも大好きなあれ、あれっすよ。なに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 、くに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 、ということで、10限目はおいしいフルーツとお酢ドリンクで冷たいスイーツを作ろう。今回は冷たいスイーツ作りっていうことですが、先生、お酢でスイーツって意外ですね。そうですね。それがとっても美味しいんですよ。しかも簡単にできるんです。すっぺ、紹介してくれるかな。作り方はとっても簡単。ブルーベリークローズを使ったものを例に説明するっす。ヘタを取ったイチゴとブルーベリーは半分にカットし、ブルーベリークローズと水をよく混ぜ合わせます。お水でも牛乳でもどっちも美味しいから、両方作ってもありっすよ。アイスキャンディー型にイチゴとブルーベリーを入れて、ブルーベリークローズと水を混ぜたものを注ぎます。フルーツと水の割合は1対1がベスト。アイスの棒を刺したら半日冷凍庫で冷やし固めるっす。固まったら型から外して召し上がれ。アイスキャンディー型がない場合は製氷皿や紙コップでも OK。 ブルーベリークローズ以外にもリンゴクローズもあるから、ぜひ試してみてほしいっす。お水で作ると透明感がとっても綺麗だし、牛乳だとフルーツがくっきり見えて、どちらも可愛いですよね。ではいただきます。どうですか。フルーツの甘さと黒酢ドリンクの甘さがとっても美味しいです。はい、このお水で作ったフローズンビネガーバーは1本38キロカロリーと、カロリーも低くヘルシーですよ。冷たくすると甘さが強くなり、酸味は変わらないので、このフローズンビネガーバーは甘くて美味しいですよ。その他にもリンゴ黒酢の寒天ゼリーやフルーツビネガーポンチ、フルーティスシャーベットなど、アレンジ次第でいろいろ楽しめるっす。私も作ろうっと。10限目のまとめっす。お酢ドリンクなら冷たいスイーツも簡単。フローズンビネガーバーはスイーツなのに嬉しい低カロリーです。今回授業でお酢のことたくさん学ぶことができましたが、もっと詳しく知りたいという方は、酸っぱいの秘密、お酢と発酵を科学する自由研究に使える実験も載ってます。ぜひお読みください。ミツカンスクール、また見